マリナーズも来てたっすよ。あのご飯とか行っていいからアメリカのドラフトってそれもちょっとちゃうっすよね日本と、うん、日本で絶対接触したらあかんけどアメリカの場合はご飯も行けるし球場に遊びに来るんですよね。秋の紅白戦が終わってシャワー浴びて呼ばれた人だけ行って一人ずつ面談。へー。でそこでも野球のことはほぼ聞かれなくてお父さんお母さんお姉ちゃんお兄ちゃんとか家族構成とかどんな人やったとか、うん、タバコ吸うとかそういう話ばっか。お酒飲むとか彼女はとか そっか嘘つかずに。つかないですね。つかないつかない全然一個もついたことない。だから笑ってた。みんな嘘つくみたいですけどね。嘘つくんだ、うん